穿毛巾会跟水壶撞，对不对？不是毛巾啊，镜头会撞水。没有，还在这儿。これはオリンパスの9ミリから18ミリです。私はそうだけど、めっちゃ飛び出るな。9ミリの画角こんな感じ。めっちゃ広い。F 値はどうだったっけ？F が 4.0 から5.6 だから結構暗めのレンズ。うわでも広いな。自撮りにはすごい使いやすい。コンティニュースオートフォーカー。CH4 が 22,100元で売られてる。GH5S 53,900元。欲しいな。19万円か。わあ。いつか。今使ってるのがこの左の GH4 で、右にアップグレードしたいな。かっこいいな。でこれが 9mm。 すげえな、こんな変わんのか。マイキャノンで使ってた 10mm18mm くらいレンズ。なんかオリンパス寄れる。最短撮影距離どのぐらいなんだろう。立ってるかな。ここはこのぐらい。使いやすそうだな。ローリングシャッター現象が起こってんのか。ちょっと歩いてみないと分かんないな。ここか。自撮りはしやすいけど F 値が動くから。9mm、11mm、14、18、オリンパスは今中国製なんだ。アデンチャイナ。あ、ガーミンのやつ持ってる。わあ、すげえ使いやすそうだな。キャノンは何言ってんのかな。歩いても全然ブレない感がある。50mm いったね。あ、失敗了。奇迹没有发生。奇迹不是这个，这个盒子不是磁铁纸。这个哦，有那，是我送的，是吧？马上就出来。哦，不愿意。